ビーチョいるのか。ビーチョ、世界一のゲリラじゃないか。ようこそラジオリベルタードへ。マルケサにインターネットを封じられたからラジオでリベルタードの声を届けてやるんだ。ただヤーラのボロい電波網のせいでそれもできない。1993年生とこだもんな。この辺の赤いアンテナ塔が電波を中継してるんだけど、ほとんど壊れてるか電気を止められてる。壊れたやつにマーカーをつけといた。直して使えるようにしてくれないか。俺たちの夢のために。ヤーラに必要な真実を届けるんだ。君が大好きだってもう伝えたっけ。こっちよ。どうも。ダニー、軍が新しい対空拠点を完成させたって。地図に印をつけとくね。ありがとう。よし。くそ、兵士が邪魔だな。注意が必要だな。絶対に何か。アンテナ準備よし。あと2つ。
うわ、ボロボロだな。さて、B ちゃんのマーカーをたどってみるか。B ちゃん、アパートに着いた。そこはゲリラ生活のメッカって言えるビルだぞ。住人が生活のために電気を盗んでたんだ。でも配電盤の一つが壊れたせいで俺のアンテナへの電力も消えてる。屋上に行って故障部分を見つけてくれ。俺の青い落書きをたどれば制御室に行ける。鍵がかかってるけど君なら問題ないだろう。もちろんだ。さすが、ラジオリベルタードがヤーラに真実の火をつけるぞ。そこのあんた、教えてくれ。補給ルートを塞いでる検問所がある。活動に支障が出る前に潰してくれないか。感謝するよ。電力がないな。配線を確認してみよう。壊れてる。エスペランサ、
ラジオリベルタードを聞きな。あと一本でラジオリベルタードが放送できる。ああ、今カフェタザのそばの塔だ。どうした？様子がおかしいぞ。知り合いに路上販売してるやつがいるんだけど、話によるとそいつは文化庁の許可なしに壁画を描いてマルケサに虚勢されたらしいんだよ。ビビってんのか？まさか、マルケサなんかクソくない。でも万一の時は何、俺を守ってくれよな。ビーチのグラフィティだ。制御盤は塔のてっぺんだな。なんなんだ、凶暴すぎる。よしと。議長、ラジオリベルタードはまだか？何？そうしようとしたんだが、マルケサに妨害されて、あと、消されて。電波悪すぎだろ。タイのピークステーションにあるチャマーを送りしてきてる。でっかい皿みたいなとこにある。その、塔にある空気を使って、電波を刺して、派手にショートさせてやる。B 長、もしもし。クソ、
邪魔を潰さないと。特殊部隊のお出ましだ。エンジニアを見つけた。あの塔か。塔を登らないとな。よし、巻いた。
増幅器のスイッチを入れないと。皆さんの耳にお届けします。真のヤーラ人とか非国民とかいう話はなしだ。放送するのは真実だけ。あとは上がる音楽もね。まずはマキシマス・マタンザスの名曲で盛り上がっていこう。何？俺の声聞こえた？いい感じだった？ちょっと古臭いが良かったぞ。ダリアが喜ぶぞ。トールも驚くだろうな。クラーにはもう話したか？お前との連絡が先さ。この瞬間を満喫しときな。この大いなる力、マリアなんかクソくらえ。ラジオリベルタードでカスティロを黙らせてやる。音楽とリベルタードの息吹、これと表現の自由。ビバリベルタード。そうだ、ビーチョ、ビバリベルタード。回る乗り物のところにいる。分かった、すぐ行く。にあいつらを止めないと。カスティロは歴史を繰り返してる。昔は奴隷で国を作り、今は奴隷でビビロを作ってる。大統領自身だってアフリカ系のくせに。最高の皮肉でしょ。ここにいる人たちは私らのライブに来たってだけで奴隷にされようとしてるんだ。コンサートで騒いだことで私と一緒にクソプロパガンダ大臣のマリア・マルケサに目をつけられてさ、アカデミーに監禁されて洗脳されるとこだった。私は運よくパオロが助けてくれたけど、あの苦しさは忘れられない。まだ監禁されてる人がいるんだ。排泄物まみれの床で寝かせられてんだよ。私じゃ脱獄させられない。でもあんたならできるだろ。私はここで見張ってる。急がないとみんな殺される。あのカメラが邪魔だな。犬だ。卑怯な。増えることはない。みんなを解放しよう。注意して進もう。見てくる。
将校だろうと容赦はしない。鍵だ。まずはみんなを逃がさないと。
こんな時に。ひどい動物以下の扱いだ。タリア、檻だけじゃなかった。捕まった人は殴り殺しにされてる。死体と血の海、まるで虐殺だ。絶対に止めないと。犬の餌にされるところだった。みんなを逃がして。タリア、全員無事だぞ。よかった。でも終わりじゃない。ヤーラ中にカスティロの悪事を暴いて立ち上がる理由を教えないと。ここは監視カメラだらけだ。みんな映像を見れば気が変わるんじゃないか。それだ、映像を放送してやるのよ。ビーチョに頼めばきっとたくさんの人に見てもらえる。制御室を探す。ここにあるはずだ。監視映像だな。ダニー、敵の総合ダウンロードが終わってないのに。じゃあすぐ応戦して。映像がいるんだ。よっ。
くしろ。やっと終わった。タリア、敵を片付けて映像も見つけた。さすがクララのお気に入り。マリアもこれはもみ消さないでしょう。うん、心配しないで。リベルタードの手柄も宣伝しとくから。いいから仕事しろよ。じゃあ正面ゲートそばのアントン像まで来て。とっておきがあるんだ。がっかりさせない。待ってるよダニー。アリア、どこにいるんだ。見てよ、アントンのシマウマだよ。ペイントされた馬だ。ええ、でも拡散間違いなし。写真撮って。早く写真を撮ってっての。じっとしてろ。一度暴れたらただじゃおかないよ。しつけは得意なの。パオロはどうした。お前が代わりか。手伝ってくれ。いい面構えの犬。頼む、助けてくれ。パオロのやつ、ヤーラから脱出するのが最優先だなんて、問題に向き合うつもりがないんだね。実はマティアスってダチが真のヤーラ人アカデミーに捕まってる。医者だけど、私たちを助けたせいで免許を剥奪されたんだ。真のヤーラ人以外に手を貸したら犯罪ってことらしい。このままじゃ洗脳されてカスティロの犬になっちまう。なんでわかるかって、私も洗脳されそうになったんだよ。臆病パオロは助けに行かない。でもあんたならやってくれる。そうでしょ。私らにとってマティアスは聖人。マルケサには渡せない。¡Gracias!
タリア、アカデミーに来た。収容者に占拠されてるみたいだ。やった、どさくさに紛れられる。いや、軍も来てる。これは戦闘になるぞ。じゃあ軍が突入する前に急いでマティアスを連れ出して。それがゲリラってやつでしょ。虫けらはすぐに帰りな。狂ってる。タリアもこんな目に遭ったのか。マティアス、医者っぽくないな。おい、この服を見てわからないのか。タリアに頼まれてきた。そりゃいいが、この出血じゃ手を離すとこいつは死ぬ。医療キットがいる。他の塔のクリニックに保管されてるはずだ。取ってくる。急いでくれ。ブンブン。炎に注意だ。何が
死体がこんなに。まずい。銃声だ。Revisen la zona. Encuéntrenlos ahora.マティアス、手に入れた。急いでここへ。兵士がドアの前まで来てる。ゲリラ、キッドはまだか？まだだ。医療キットだ。ありがとう。一刻の猶予もない。兵士の相手を頼めるか。これもうダメなんだろ。そうならどうぞ。ああ、誰も近づけないよ。マルク、マティアス、終わったか？もう少しかかる。くそ、厳しくなってきた。¡Silencio! ¡Que se venda y que se venda el precio!
me apoyan, pero hay otros que no tanto. Yo no vivo del canto, por lo tanto.助かったよ。あ、リベルタードのダニー、前にも痛み止めなしで、あれを真のヤーラ人だけがまともな医療を受け、残りは俺が。パオロの手術の時も麻酔はなしだ、手に入らなくてな。あいつは平然としてたかね。マジか。カスティロの楽園へようこそ。二人に伝えてくれ、患者の手当てが終わったら手伝うって。こいつは助かった、お前のおかげだ。ブンブン来い。タリア、マティアスを救出ありがとう。パオロもこれを知ったら喜ぶよ。ダニー、あんたはいいやつだ。リベルタードにはいいやつが多いぞ。あんたも入ればきっと。待って、今はもっと鎖を断ち切って、マルケサとカスティロに私らは縛れないって教えてやるのが先。リベルタードの件はその後ね。まあ確約はできないけど。